私は妻でも、お待ちこれに致しましょう。あれ、ホムラはどこに行ったの。ホムラさんなら寝てるで、起きてると腹がすくか。人参酒のおかげでこんなに肉を買うことができたぞ。なんか楽しそうな夢を見てるみたいね。無理に起こしたらかわいそうですわ。いや、ヨミお姉ちゃん、その虫に食べ続けてる草美味しいか美味しくないかは問題でも、あれ、わし 感情の合気道、人ばさせていただきます。コムラ、いくらでも相手になってやる。くらえ、遅い。 逆転戦突破。よし、忍び転身。 200連戦突破。こいつでとどめだ。ぶっ飛ば。チェスト。ジャンプに上がったぜ。500連戦突破。まだ足りん。200連戦突破。上がったぜ。 こいつで。燃えろ。200連戦突破。こいつで決める気合いやったぜ。私を楽しませろ。200連戦突破。せい。 こいつで。
ばっちゃん、あの方はアスカさんのおばあさまなのですか？ がいない。
祭にようこそ若き神楽千年祭神楽千年祭とは無念のうちに死んだ忍びたちの魂死んだ忍びが生き返ってるそうさっきお前たちが叩くそれって幽霊ってことなんだアスカ幽霊が怖いのか情けないやつだな私は幽霊なんか怖くないもん幽霊私だって怖くないさ幽霊などちょっと体が透けているだけのただの人死んだ忍びかなるほどだから良気だけどどうしてばっちゃんはさあなぜかの自分のしたことを忘れてしまったのかアスカお前のばあさんもしかして年寄りに優しくしようとするのは関心ぶっ飛ばすわっホムラちゃん気をつけた方がいいよばっちゃんはじっちゃんよりも強かったらしいからな何こう見てもわしは元神楽だと元神楽だろうがなんだろうが老人の戯れに付き合う暇残念だがそれは無理じゃのこの後飛ばさせていただきますレンカバカリトールいいお菓子おいおい騒ぎたんねよかにしてんなよシャラッソエ
なんかに負けたら。お前らふざけんなよ。今の勝負、本当に全力手を抜いていたわけではありません。戦いに集中できなかったのです。言い訳は見苦しいんだけど、集中できないのも実力のうち。入るんば。っていうかさ。やっぱりユミちゃん懐かしくて暖かくて、まさか本当に、絶対にそうだよ。みのりたちが間違えるはずないもん。黒影おじい様、死んだ忍びが生き返る世界ならばおじい様もここにいるはずです。つまんねえな。せっかくの喧嘩が台無しだぜ。気持ちは分からん。どっちにしろ忍びの棒取りが終わるまでは、ミカグラ再芝居行くよ。はーい。うっす。次に会った時は本気で来いよ。気の抜けた喧嘩なんか私はごめんだぜ。乗り切れなかったぜ。ゆっくり選んでくださいまし。これにいたしましょう。各種資料の確認が可能です。みんな元気に動いていらっしゃいます。みんな綺麗に写っていますね。音楽は心が落ち着きますね。どなたのお声をお聞きになるのか、どれにいたしましょう。これにいたしましょう。どんな衣装を選んでくれるのかしら。
刺激的でしょ。ゆっくり選んでくださいまし。